ライトアップされた、近代建築ライトアップされた橋ライトアップされた、桜ライトアップされた紅葉ライトアップされた、等ライトアップとは、夜間に歴史的建造物、モニュメント、橋、タワー、樹木などを、投稿機などの機器や発光ダイオードなどを用いて、照明することで夜間景観を演出するもの。照明を当て、昼間とは違った表情を演出すること。一般には、 街の活性化の手段として行われることが多い。ライトアップに類似したものに催しとして行われる電飾の手法がある。各地のクリスマス、電飾や神戸への大震災を機に始まったルミナリエなどがある。街路灯などのように周囲を明るくするのではなく、対象物に効果的に光を当てることによって美しく浮かび上がらせることを目的としている。和製英語であり、 英語では、B 同士イルミネーティッドなどと表現される。また、フラットライトが使用されることが多いため、フラドライチン、アーキテクチャラルフラドライチンなどとも表現される。反対語は、ライトダウンで、こちらは、都市の照明を極力落とすことで、夜空の星などを楽しむこと。都市空間の様々な場所で、ライトアップが施されると、その都市の魅力につながり、 都市ぐるみの計画的なライトアップは都市照明とも呼ばれる。日本における建造物ライトアップは1963年に竣工した神戸ポートタワーから広まったとされる。オイルショックの影響による停滞期を経て石井美紀子による東京タワーライトアップの頃より盛んになり夜間の都市景観を形作る文化として定着するようになった。近年は フランスのパトリス・ワルネルにより生み出されたライトアップ芸術であるクロモリットが2001年に神戸旧居留地エリアで披露されるなど祭典などで都市ぐるみの計画的なライトアップも施されるようになった。人工物でなく自然環境に対して行う例もあり、ナイアガラの滝では100年ほどの歴史がある。また花見や紅葉の名所でも行われる例がある。 このような証明がエネルギーの浪費であることや、証明による景観の美化を過剰なものとして疑問視する、向きもある。また、自然環境への影響も問題視されている。生物には、日照時間を外実リズムや、成長段階の調節に利用している例が多々あり、例えば植物では開花時期が日長によって調節される、例が多く知られるが、人工的な証明がこれらに影響を与える。 可能性を無視できない。このような一連の問題は、公害と呼ばれる。新型コロナウイルスの治療に携わる医療従事者への感謝を表し青色にライトアップされたハットコ戸ベ、人と防災未来センター、西館以下は、期間限定で行われているライトアップのイベント。ありがとうございます。